はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、年収を上げたい、またはキャリアアップしたいという方、またはね、ちょっとね、起業したいんだけど迷っている方、役に立つような内容になるんじゃないかなというふうに思っております。本日の内容は、資格でキャリアアップをしようというものになります。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter もやってますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックしてみてください。また、自営業フリーランス向けに本を出版しています。こちら重版が決定しました。ぜひこちらの方もね、合わせてチェックの方お手元に置いていただいて、確定申告に向けて勉強していただければと思います。概要欄から飛べるようになってますので、気になる方はチェックしてみてください。それではね、早速本日の内容に行きましょう。はい、本日の内容は、独立を迷う方向け、会社員の方でもね、年収を上げたい、キャリアアップしたいっていう方には役立つ内容になっているかもしれません。資格やね、キャリアを使ってスキルアップをしようという内容になっています。本日の内容です。年収アップということでね、キャリアの選択肢5つの方法をまず紹介して、この中でちょっと資格というものをピックアップ、取り上げて解説をしていきます。今人気の資格と検定を紹介します。皆さんもね、よく知ってる国家資格、私も税理士っていう国家資格を持ってるんですけど、国家資格に一体どういうものがあるのかというのを紹介します。そして狙い目かもしれません、こちら新しく始まる検定資格を紹介します。そして資格というのはね、やはり取れば食べれるのかっていうと、そういう時代ではないですので、要は資格を組み合わせてブランディングしようという方法を紹介します。そして最後まとめ、このような流れでいきますので、本日もよろしくお願いします。はい、キャリア選択の5つの方法ということでね、例を5つ挙げました。この方法でいくとキャリアアップする可能性があるということで、まあよくあるパターンなんですけど、少しね、1つずつ紹介していきます。まず実績作りですね。これは会社にいながらとか、今の自営の仕事しながらでもできることなんですけども、要は経験を積む、また今まで挑戦しなかった分野、事業にね、手を挙げて立候補してみたりということで、経験や実績を積んでいくという方法です。これは確実では確かにないんですけど、まあ経験を積むということで、自分のね、視野や選択肢が広がるということになります。それで2つ目の方法は転職になります。要は働いている環境を変えて年収を上げよう、もしくはね、今までだったらそのままになっていた能力が他社に行くことで評価されて手当が出るというようなケースもあります。そして3つ目、今日はね、ここのピックアップしようかなと思うんですけど、この資格を取得するという方法もおすすめです。勤めてる方は手当がついたり、また専門性がある、専門知識があるよということを、要はね、仕事を依頼される方に客観的に見せることができますので、こちらやはりね、信用度はないよりは上がると思うので、ぜひね、資格取得考えてみるのもいいかと思います。そして今ね、これがね、人気なんですけど、まあ副業するという方法で、これ副業するとどういうことかと言いますと、収入源を増やす、要はお財布を増やすということになりますよね。なので一つの会社からもらう給料だけではなく、その他収入源を増やしておくことで全体的に底上げしようというのが、この副業という方法になります。そして最後が、これがね、自営業フリーランスね、もうされている方は独立組っていうふうに言われるものなんですけど、この独立をするというのも一つの方法です。要はね、自分の身一つ、要はね、看板を背負って仕事をしていくことで、まあ会社員の時とかまた違った働き方になるんですけども、それによって年収を大幅に上げるとか、また売上をね、上げていく方法、要は起業するということですね。これ独立するということはね、もちろんね、会社を持つ、法人化するという方法もあります。まあキャリアを上げようとかね、年収を上げようと思うと、大体この5つの方法になるんではないでしょうか。本日の動画ではね、特にこの資格取得を詳しく見ていきたいと思います。資格のね、紹介をこれからしていくんですけど、かなりの量ピックアップしますので、皆さん多分聞いたことない資格とか、こういうのもあるんだとか、まあもちろん聞いたね、資格もあると思いますけども、この知らない資格を知るということがすごく大事で、インターネットがね、導入されてるこの時代って、このワードさえすればどういう資格なんだろうって言って調べることは簡単にできるんですけど、この資格がどういうものか、要はこの検索ワードを知らないと調べることができませんので、本日ね、どういった資格があるのか、結構マニアックなものまで紹介しますし、今後新しく始まる資格も紹介しますので、ぜひ皆さんね、気になる資格見つけましたら、ぜひ検索かけてほしいと思います。それではね、早速行ってみましょう。人気の資格と検定です。こちらちょっとランキング形式で、2022年資格検定のランキング5を紹介したいと思います。まず1つ目、日本漢字能力検定、これは通称漢検と呼ばれるものです。実用英語技能検定、これはいわゆる通称英検と呼ばれるものです。これが2位です。そして3位、日商簿記検定、これ
はね、よくボケを取るね、ボケ3級2級と呼ばれるものですね。これが3位です。そして4位はファイナンシャルプランナーになります。そして5位は意外と色彩検定なんですね。この辺だとね、やっぱ皆さん一度は耳にしたことがあるような資格が多いんじゃないかと思います。その他10位までにランキングしたものを少し紹介しますと、カラーコーディネーター検定、またトイック、宅地建物取引士というようなものがランキングしてきます。はい、ではね、これだけだとね、皆さんも知ってる資格ばっかりだと思いますので、まだまだあるよということで、資格をどんどんね紹介していきたいと思います。はい、こちらねスライドの方見ていただければね、後でね気になるものをね検索していただければと思うんですけど、まず一つ目、ペット介護士。これちょっとね今後ねかなり需要が出てくるんじゃないかなというふうに個人的に見て思いました。あとフードコーディネーター、インテリアコーディネーター、心検定、メンタルヘルス、このあたりですね。心理学系のものはやはりちょっと病院関係のお仕事されている方とか、病院の方とね取引があるような方は持ってると強いんじゃないかなと思います。そして骨格診断アドバイザー、これ最近皆さんよく聞きませんか？ウェーブ体験、ストレート、ナチュラルということで、要はね似合う服を教えてくれると思うんですね。これ結構これね食べている方が増えてきてますので、こういう資格だから皆さん聞いたことあるとか、もっと難しいね国家資格、弁護士みたいなものじゃないと起業できないとか、自営業として独立できないというふうに思ってる方、そういうわけではありませんので、今から挙げる資格押さえていただければいいかと思います。はい、続けていきますよ。リモート実技検定、これ2020年から始まった資格になります。また DX アドバイザー検定、要はね投資や株のコンサルタントとか教える方はされてる方は、やはりこういう資格を取っておくと強くなるんじゃないでしょうか。また風水アドバイザーですね、これ風水もね結構本出したりテレビに出たり活躍されてる方がいますので、風水アドバイザーも意外といいかもしれません。またヨガですね、このヨガのインストラクターの方もね、大手のところに入って人気のヨガ講師ってなっていたり、まあ、DVD 出したり本出したりというかね可能性もありますので、ヨガも視野に入れておくといいかと思います。そして心理カウンセラー、以上注目の資格を挙げました。じゃあ次に、皆さんねよくこれは知ってるかと思うんですけど、国家資格と呼ばれるものがあるんですね。じゃあ国家資格っていうのはどういうものがあるのか、皆さん一番ねよく知ってるのはやはり弁護士とか会計士とかだと思うんですけど、どういうものがあるか、ちょっとジャンル別に分けました、紹介していきます。多分皆さんこれも国家資格なんだと思うものがあるかと思います。はい、国家資格の紹介です。まず会計や金融系、ビジネスジャンルに絞って紹介をしていきます。1つ目中小企業診断士、2つ目公認会計士、これ会計士と呼ばれるものです。そして次紹介する税理士、これは私が持ってる国家資格になります。そしてファイナルプランニング技能士、またこのあたりからねちょっと皆さん聞き慣れない国家資格が続くんじゃないかと思います。知的財産管理技能検定、貸金業務取扱主任者、衛生管理者、キャリアコンサルタントになります。次は国家資格の不動産ジャンルで紹介をします。不動産系資格はかなり多いです。こちらのリストの方見てね、気になるものがあったらどういう資格なのか調べてぜひ見てください。一つ一つね紹介してるとちょっと大変なことになりますので、ね、申し訳ないです。有名なところではこの不動産鑑定士とか宅地建物取引士等々が有名なところではないでしょうか。その他ねこのようにたくさんありますので、不動産関係のお仕事をしている、または不動産関係の方と取引をするような方はこういうものを取っておくと現場の情報が分かったりとか、もしくはね話が分かるということでね重宝される可能性もありますので、ぜひ検討してみてください。あと最後に挙げてある土地家屋調査士ってあると思うんですけど、これは結構皆さん事務所持って独立して食べてってる方が多いですので、こちらちょっとね受験項目としてね結構難しいっていう方に上がるんですけども、こちらの資格は独立して食べていける可能性がありますので、ぜひね皆さんどういった資格気になるなって方は調べてみてください。そして国家資格系といえばこれですよね。次は法律系のジャンルで紹介をします。これはねもう皆さんよくご存知である資格が並んでいるかと思います。社会保険労務士、行政書士、司法書士、そしてね皆さん一番有名なある国家資格といえば弁護士っていうね一番に挙げる方も多いと思いますが、弁護士こちらも国家資格ともちろんなります。このようにね法律系は結構メジャーな資格が多いです。次、医療や介護系の資格を紹介します。社会福祉士、介護福祉士、保育士、このあたりの皆さんね耳にしたことあるかと思います。やはりね資格を取って自分の本職とプラスアルファでできるようになるとか、専門や知識があるよっていう風に見られますとね、お仕事につながったりという場合もありますので、ぜひ検討していただければと思います。では次にちょっと新しくこれから始まる新資格を紹介します。この新資格のいいところっていうのは、まだデータが何もないで未知数なところはあるんですけど、やはり初年度っていうのはちょっとね蓋を開けてみないとわからないところもありますので、意外とね合格率が後々になったら難しくなったんですけど、初年度は意外とスルッといけたみたいな話パターンもありますので、未知数なとこはありますけど、気になる方はぜひね挑戦してみるのもありかと思います。2つ紹介をします。こちら新資格は1つ目は動物系で
ですね。愛玩動物看護師という仕事です。これ確かにこれから今ねペット業界っていうのは盛り上がってますので、そのねペット業界関連のお仕事ってねやはりこれから需要が高まっていくんじゃないかな、もしくはそういうことで多分ねこう新しい資格を作ったんだっていうふうに思いますので、ぜひね興味ある方は覗いてみてください。そしてもう一つこの気になるのが、これ私もね個人的にちょっと気になってるんですけど、無人航空操縦士という資格が2022年の12月からスタートする予定です。こちら何かと言いますと、ドローン関係の資格になります。ですのでこちらドローンっていうのを仕事にしようとかね、フリーランスでやってる方ももちろんいると思うんですけど、これって最近、要は昔はなかった仕事になりますので、こういう資格を取っておくと差別化につながることもありますので、ぜひね皆さんそういう関係取ろうかなとか考えてる、もうすでに仕事としてやってるって方は要チェックだと思います。またこちらの資格、撮影をしたりとか写真関係の、ね、仕事をされている方にもね関係がないとは言いませんので、こういうものを取って他と差別化するというのもいいかと思います。新しい資格ですので合格率とかね詳しい情報がねまだまだね揃ってないようなところもありますけど、ぜひ皆さん気になるなとか自分の仕事にちょっと関わりありそうだ、プラスアルファになりそうだっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、その他人気資格としてもう少し紹介をします。まだあるんですかって感じなんですけど、全国通訳案内士、ウェブデザイン技能士、通関士ですね。このようにたくさんの資格が意外とありますね。そのねそれらの資格っていうのね、知らなかったら調べることもできませんし、接点がなかったらね知らないまま終わってしまうので、こういう風な資格があるんだって知っておくのは非常に大事なことかなというふうに思い動画にしてます。とはいえですよ、今たくさんのね資格を紹介しましたけど、これ私の税理士業でも言えることなんですけど、今時資格さえ取れれば食べられるという時代は終わっております。やはり何とかして他の人と差別化をしないといけない。例えばね今自分がとりあえず資格がなかったとして、例えばですよ税理士の資格を取ったとします。そうすると他のね同じ会社で働いてる方からしたら、その資格を取ったってことでもちろんね資格手当が出たりとか、他のとこからね頭一つ抜け出ることはできますよね。でもそれはそれでまあもちろんいいんですけど、じゃあ例えば独立しようってなった時に、じゃあ税理士の資格を持ってるっていうことで独立しましたってなると、今までだったらその税理士というものが差別化になった資格だったのが、要は税理士というグループのところに入ってしまうと、みんな持ってて当たり前のところに来るわけですよ。そうなるとその税理士の中から、例えば他の資格でもそうですけど社労士の中から、他の司法書士の先生の中から、今度は自分が選ばれるような差別化をしていかなければ生き残ることができないというようなね時代になっています。具体的にどうすればいいのかをね少し紹介したいと思います。まずね資格を掛け算して差別化するという方法もあります。これよくありますよね。社労士持ってる方がね中小企業診断士も持ってますよとか、行政書士持ってる方がね社労士も持ってますよっていうように、資格と資格を掛け算してその分野で強いですよっていう風に言えるということです。これやはりね2つ取るのはなかなか厳しいんですけど、まあ実例の掛け合わせの例としてこちら紹介しますね。例えば FP を持ってる方がさらにね簿記を取ると、 FP のお金に関して詳しい人が簿記というね経理の方もできるようになるってなりますと、掛け算するとね強くなりますよね。もちろん、まあ、お金関係の方にさらにちょっと専門性が乗るということで、こういう風な掛け算、資格を掛け算するという方法もあります。また例えば行政書士の方が語学検定の方を取りますと、例えば行政書士ってたくさんの申請の代行業ができるんですけども、他にね埋もれてしまうという場合に、この語学検定系を取っていますと、この外国関係またはね英語しか喋れないような方々の申請を代理でできると、仕事の幅が狭まるようで広がる、ここに特化できるっていう風にできますので、そのような方法もあります。また社労士取ってるんですけど FP も取ったっていう風になりますと、やはりね分野が少し違いますので、社労士の中でもこういう FP の内容に詳しい先生なんだっていう風になることができます。ですので資格と資格を組み合わせるというのも一つの差別化の方法です。そして2つ目なんですけど、これ結構個人的におすすめなんですけど、新しい価値で掛け算をするっていう方法です。これどういったことかと言いますと、例えばアナログ領域の資格とデジタル IT 業界の資格を掛け合わせるという方法です。一見模索のように見えるんですけども、例えば SE の仕事をしてるとか IT に強い方がですね、あえて例えば簿記の勉強をして簿記検定を取るとか、また社労士の資格を取ると、社労士の取ることで企業の中に入れる仕事がねつながることがありますので、そこで今まで培っていた SE や IT 技術を使って自分はそちらのソフト対応もできますよと。要はね社労士として雇用関係のものではなくて、デジタルも強いですので、そういうソフト使ってるソフトに対して対応できたり質問できたり相談できるっていうことができますよってなると、やはりデジタルに強い
社労士ってなるわけですよね。ですのでこういうアナログの領域の業界にあえて IT やデジタルスキルを掛け合わせるというのもありかと思います。税理士も比較的やはりねファックスを使ってたりアナログの業界でやはりね一般的に遅れるとそういう IT ものがね遅れているっていうふうにあるんですけど、そのね税理士の中やはり IT 系にもしかしたら強いとか会計ソフトを使っているベンダーからね税理士に取ったとかいうふうになりますと、やはりその中を知っているということで重宝されますので、あと経理のね効率化をするとかこういう手こ入れをできるっていうふうにもなりますので、そういうふうな考えで差別化をするというのもいいかと思います。ですのでヒントとしてはアナログのものと IT 業界、要は真逆のものと掛け合わせるっていう方法ですね。そしてこちらもう一つなんですけど、定番のものと、まあ、インパクトのあるものを掛けるっていう方法もあります。これね全員が全員ねもちろんうまくいくわけではないんですけど、例えば税理士しながらモデルプロモデルをされてる方とか、社労士しながらプロボクサーしてるみたいな、要はちょっと面白い感じで組み合わせることですね。もちろん仕事には直接つながらないかもしれないんですけど、覚えてもらえますしインパクトが絶大ですよね。例えばそういう方がね YouTube したりしますと人気が出る可能性もありますし、そのようにちょっとインパクトのあるものの資格と、まあ、自分のね定番ものを掛け合わせるっていうのも面白いんじゃないかなというふうに思います。インパクトのあるねものとしてはね、今言ったようにねプロモデルとかプロボクサーっていうふうに言いましたけど、なんか他にももっとねマイナーな資格ってたくさんありまして、唐揚げ検定とか猫検定みたいなものまであるそうなので、そういうものと組み合わせるとちょっとね話題になったり覚えてもらいやすいというふうな、ね、可能性もあるんじゃないでしょうか。私の場合も実は掛け算をしてまして、税理士しながら要は YouTube をしてる YouTuber ってなると、やっぱり税理士の中で YouTuber ってなると数がぐっと減りますよね。また私は自営業専門の事務所を経営してるんですけど、それも自営業に特化してるってなると全国で見ると数がすごく少なくなるんですね。また TikTok もやってるとか、オンラインサロンも運営している、またクラウドファンディングもね過去にやって成功させたことがあるとうとう掛け合わせていくと、もうなんか日本に私と同じ人はいないみたいになりますので、そうすると差別化できて、要は資格の掛け算ができるということですね。そういうように仕事と仕事を組み合わせたり、資格と資格を組み合わせたりっていうのはすごくいい方法、差別化するにはおすすめの方法ですので、ぜひ皆さんもね自分の場合なんかこういうのできないかなとか、この資格気になるな、自分のもしかしたらしている仕事とうまく掛け算できるんじゃないかなっていうふうにアンテナを張って、もう一度資格どんなものがあったのか遡って検索かけてみてください。はい、じゃあ最後まとめです。ではね、年収アップっていうふうに言いましたけども、やはり自分に合った方法、自分が興味ある資格を取る方がねいいかと思いますので、自分のペースに合わせたものではいいんじゃないかと思います。ただ一つ言えるのは、やはり資格を取るにしても何か新しい経験を積むにしても時間と行動力は必要となります。そのままの状態で年収アップっていうのは難しいですので、やはり時間をある程度かける、投資する、行動力が必要になってきます。そして先ほどね最後おすすめしたように、掛け合わせて差別化をするっていうのはねすごくいい方法だと思いますので、ぜひ皆さんね自分の場合こういうアレンジできないかなっていうふうなアンテナを張っておくといいかと思います。ぜひ挑戦してみてください。そしてね、今のご時世資格さえ取れば食べれるっていうような時代は終わってますので、資格さえ取れば安泰だみたいな風にね思ってしまうとちょっと痛いですので、そこだけはお気をつけください。どのお仕事もどの企業も、まあね会社員であってもやはり差別化っていうのは必要になってきます。まあねやっぱり私も税理士取ってよかったなという風にね感じてますので、ぜひ皆さんね興味あるよとかね、全てがね難しい難関の試験ではありませんので、今ね紹介したように取りやすい資格もあります。またあれですよね、世界に羽ばたいてるこんまりさんっていう方、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、整理収納アドバイザーという別に大きな国家資格でもなく、まあ民間の資格なんですよね。あれそれで世界に羽ばたけるってああいう可能性もありますので、その自分の持ってる資格大したことないからダメだなっていうふうに思わず、どんなものでも可能性を秘めてますので、きちんとアンテナを張ってどうやれば活かせるのかっていうのを考えることが大事かなというふうに思います。本日の動画は以上です。私はオンラインサロンを運営しています。3つメリットがあります。1つ目、オンライン上で税理士を雇うということで、質問や相談がオンライン上でいつでもすることができます。これ Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットは、定期的に Zoom 会議を開催してますので、私に直接質問や相談をすることができますし、またメンバーと情報交換会ができますので、異業種交流会としてとても好評です。で3つ目、税理士の裏側を公開しております。こちら YouTube や TikTok 撮影の裏側話、また税金や経理の新しい情報、ビジネスの考え方等々、オンラインサロンだけのみに投げている内容になりますので、気になる方は概要欄から URL 飛べるようにしてありますので、ぜひご検討ください。参加お待ちしております。はい、私はまた本を出版しています。自営業フリーランス向けに必要な内容が一冊にギュッと詰まったものですので、ぜひ確定申告に向けて手元に置いて勉強していただければと思います。また重版が決定しましたので、よろしくお願いします。 Amazon でも買えますし、 Kindle 版もあります。また楽天ブックスからも購入できますし、大きい書店でしたら置いてあると
ところが多いようです。ぜひ皆さんね、本屋で探してみてご購入いただければと思います。また YouTube チャンネルおかげさまで10万人を超えておりますが、まだまだチャンネル登録お待ちしております。高評価ボタンやいいね、コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。その他 SNS は Instagram はフォロワーが今 2.9 万人、 Twitter もしてますし、 TikTok もしてますので、他の SNS もね、少しまた違った情報を投げてますので、気になるよって方は URL から飛べるようにしてありますので、クリックして覗いてみてください。フォローの方お待ちしております。はい、以上、今日はね、ちょっとね、いつもとはね、変わった税金や経理の話ではなく、資格取得しようということでね、スキルアップしよう、年収を上げようとかね、仕事を増やそうっていう観点で紹介をしました。お役に立てれば幸いです。このようにね、自由業やフリーランス向けに役に立つ内容を投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。それでは本日の動画、以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。